て、なんかもう一瞬の台風のように過ぎ去っていきましたね。それだけ充実しとったみたいな。TMI っていう、あのさ、遊ぼう、あ、チョースティックの時にさ、誰かに言ったんやけど、スイカの匂いがしたのよ。で、スイカ？スイカの匂いがしてて、もうチョースティックの匂いが、スイカみたいな。なんでなんで？明石焼きは神戸ね。あ、そうなんだ。そうなんだ。
なんですよ。ビーガン違うんですね。売ってるけどな。売ってるのはね。でもまず食べない。昔食べたことない。皆さん代々木4日間代々木来てくださった方どうでしたか、私たち。どうでしたか。代々木生二十どうでした。生二十。代々木本当に大きくてね。え、めっちゃ広いし、びっくりしました。スタンドが2階まであるっていうのが今回初めてだったので。いろんな地域とは違う魅力もあって、うん、それぞれの地域でね、なんかやっぱ魅力って違うので、うん、今回は本当に最高な時間を過ごせました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん大好きです。ありがとうございます。なんか個人的にその地域によって、うん、あのクラップしてくれるタイミングとかも違うんです。安定してる時にクラップを叩きながら待ってくださる地域もいれば、すごく静かに待っててくださる地域もいたりとか、すごくなんかそれぞれ個性ありますよね。ペンライトをメインにする方もクラップメインにする方もすごくいろいろなものがあって楽しいです。あ、ここはこうなんだみたいな、ね、今日はこうなんだねこうなんだみたいな、日付ごとにも違うし、うん、楽しませていただいてます、そういう部分も、うん、はい、いや楽しかった、楽しかった。でもやっぱなんかうちがこう、美女の皆さん見てる時に本当にちっちゃなお子さんから、うん、本当に私たちの人生の先輩と言わさせていただける方も本当に幅広い年代の皆さんがいらっしゃってて、なんかすごい20ってすごいなって思って、うん、嬉しい。すごいなって、結構改めて嬉しいことができました。本当に楽しかったね。前半戦、まあ、やばかったよね。飛ばしすぎたね。うん、後半戦もみんな飛ばしちゃう。当たり前でしょ。飛ばさない日ないよ。飛ばしたからエネルギー、いろいろなもので蓄えて、美味しいものとか食べて、蓄えて、大阪に向かいます。はい、待ってて、行く。待ってて。大阪行くからな。関西で練習しとかなあかんの。待ってて、もうできるやろ。じゃあ待ってな、待ってな、待ってな、関西のみんな待っててな。違う、待っててな、言うかな。でも待っててなの方がいいんだよ。大阪さ、ちょっと待っててな、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 じゃあ待っててな、待っててな、おきに、おきに、ハートステージリクエストがあるから最後スクショタイムどうですか？ハートしますか？ハート？ハート。はい、ハート。電力ハート。ズッキュン。エコパン。え？じゃあ全力ギャルピース、せーの、チャチラ。ありがとうございます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 。でもライブでギャルピースやってってすごい多い気がする。今日やったよ。そこら辺でギャルピースしてる。あとはポーズのリクエストお願いします。関西で嬉しいって。やったー、頑張ってよね。みんな使うようになってきたで。ゆっくり休んでや。ゆっくり休むわ。ありがとうな。ありがとうな。まあ大きくやね。使うようになってきたで。おお、まあ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 。マヤのスマートな土壌すくいかって言われて。やだ。めっちゃなんかすごい。どうしたんだけど、カラフル。で、ウィジューポーズしてって。あ、の、これです。こう。これですか。ウィジュー。ハギウィジュー。せーの、ピーウィジュー。マユカです。ミナです。リクです。リオ。パコです。リクです。マヤです。リクです。ヤクです。何しとんねん。カカメちゃんしたらダメゲーム。リです。キリアラです。いつもマイパパギンの時にちょっとやってる。かぶったら。マイパパギン大丈夫です。ワッピーワッピーやって。あ、最初。あ、そうやね。ワッピーでね、やっぱ全部しますか。はい、ワッピー締めします。はい。はい。いいのかな。よし、まあとりあえず締めなくても一旦ワッピーしてみましょう。一旦ワッピー、一旦ワッピー締めます。いきます。せーの、ワッピーワッピー。だんだん自由のみんなもワッピー好きになってくれてるんじゃないですか。いやー、それは好きでしょ。大好きだよ。よかったです。うん、ありがとうございます。ミジュー大好きって言って、だってそんなん言わなくても分かってるでしょ。ミジュー大好き大好き、はい、大好き、愛してる、大好き。アメリカの、アメリカじゃないけど、まあ外国の方も見てると思うんですけど、 like right now right now international visit also aware many people in like yeah, yeah.
best memories ever. We were really sad that we can't, you know, meet international fans. I mean, some of you guys kind of made the trip over here. Yeah, we saw a few. Yeah, we saw a few international fans, but we're really, you know, sorry that we couldn't meet all of you guys. We still love you guys, and we hope that someday we'll have a world tour and we'll be able to see each and every one of Gigi's faces. So yeah. We love you, and thank you for tuning in today on ourみんなとか会いに行くよ。